横井千秋日は元年7月24日は、江戸時代中期の終わり藩士、国学者。千秋和歌号であり、意味川時広、後に広し時。通称は、金吾、吉兵、十郎左衛門。その他の号は、伝馬め木綿園。元折のり長の門人で、古事記伝の観光に尽力した。終わり藩士、横一厚史と同藩士。 玉木忠洲らの娘の次男として生まれる。法暦8年に兄、横井自身の後を継いで700国を与えられる。川御章から書院番頭、部屋用人などを務める。天明5年に元織のり長の門人となるも、公務のためにもっぱら書状で指導を受けることになった。天明7年には、白、真由美を藩主、徳川宗近に献上して、 国学の教育機関である国学館建設を訴えた。のりナは、東正大照大権元が、アマテラス大神家の遺行によって天下を鎮むし、アマテラス大神家の末裔である天皇の代わりに、東照大権元の末裔である徳川将軍家に天下の姓を一任しているのは、この命令に基づくものであるとする、五人ども唱えており、千秋の白真由美はその思想を推し進めて、 反省改革に課すことを目指したものであった。翌年には、同志5名と厚田神宮において、反省改革の誓いを立てている。だが、千秋の意見は、藩の採用をするところにならず、完成4年12月29日に致死している。また、ノ長の著書である、古事記伝や、古今終焉経が観光されないのを嘆いて、資材を投じて、その観光の実現に奔走し、 終わり藩の要人に献上する工作を行った。ノリは著書、人大正語にて、千秋を横一秋氏と最上級の継承で記して、門人として格別な評価を与えている。隠居後はノリを継いで、日本初期の改め君を企てるが、実現することなく病没した。著書の多くは火災によって失われたとされ、発射曲曲がり傾向を。 天心中止など数変が残されているのみである。ありがとうございます。